皆さんこんにちは、奥浜春彦です。よろしくお願いします。お元気ですか？さて、今回は花本入門編、始めてみよう花本ということで、花本に対する意識や花本の座り方、姿勢、重心、手首の練習や手のひらの意識、そして指を使ったテクニック、それらの基本的なことを説明させていただければと思っております。なのでリズムの叩き方、出し方、もしくはコンパスの練習とは違って、全く基本的なことをやっていきたいと思っております。これから花本を始めてみたいという方、そしてまだ始めたばかりという方はもちろん、何年かやっててある程度キャリアがある方も、改めて基礎を見直すという部分において、この動画を参考にしていただければと思います。それでは始めていきましょう。はい、皆様ご存知だと思いますが、これが花本です。箱、スペイン語で箱という意味ですよね。そう、その名の通り、本来はただの箱でした。叩く面に対して普通は後ろのここに穴が開いて、中にワイヤーや簡単な鈴みたいなものがついています。もともとは南米の楽器でしたが、パコデルシアが、南米ツアー中に貧しい人たちがですね、道で叩いてるその楽器、この花本を見つけて、彼がスペインに持ち帰りフラメンコに取り入れたと言われています。つまりパーカッションとしてパルマですね、手拍子、伴奏楽器、もしくは細かいリズムが叩けることにより、サパティアードの代わりにもなると考えて、彼のユニットで用いられるようになったと言われております。で、現在ではいろんなジャンルで使われている楽器ですけども、今回使っている、今叩いたこの花本ですが、私がリズムのクラス、パーカッション、花本のクラスで、大量といっても5個ぐらいですけども、買いたかったので、ネットで一番安い、確か7、8000円ぐらいだと思います。を買ったうちの1個です。なので非常に安い楽器なんですけども、今回はこちらで説明させていただきたいと思います。ですが、皆さんこれから始めたいという方は、ご自分の体に合った楽器、もしくはこの音好きだなという楽器をぜひ探したいと思います。今では楽器屋さんに行くと、パーカッションを扱っているフロアでたくさんの花本があります。もちろん値段もピンからキリですが、高いからいいというものではないです。叩いた座り心地ですね、それをまず確かめてもらって、音ももちろん座った感じも大切ですので、そこから選んでみてください。それでは座り方、花本の座り方ですね、そちらの説明からさせていただきます。はい、それでは花本の座り方、座る場所ですね、の説明をさせていただきたいと思います。もちろん叩く面が前に座るのは当たり前ですね。問題はこの上の面、この四角にどのような位置にこの座骨ですかね、お尻が当たる部分が来たら良いのかという、その場所の探し方を説明させていただきたいと思います。例えば前にこう座りすぎてしまうと叩く場所がない。特に花本は下の音、上の音あるんですけども、前に行くと下の音はもちろん手が下に出しやすいんですが、上の音が叩けない。そして今度は後ろに座りすぎてしまうと、もちろん上も叩きやすくなり、下の音も叩けるんですけども、今度はバランスを崩して後ろに倒れてしまいます。なので一つのポイントは、きちんと低音の下の音の部分、そして上の高音の上の部分、この両方が叩きつつ、腰が安定して花本に座れる場所というのを探さないといけないです。
いいですか。一つのポイントとして、まず手首の場所を決めます。はい、手首をこう折ってもらって、手のひらここまでありますよね。そしてこれ手相で何線というんでしたっけね、ここの部分、関節が折れますよね。この部分です。この折れてる部分、この折れる部分の場所がちょうど下本のこの角ですね、叩く面の一番上の角のところに当たるようにまずセットします。指のここを折って、それからここに当てる。今度はそこから手首をしっかりと押さえて重心を少し乗せてあげます。あんまりこの状態で乗せすぎると前に倒れるので気をつけてください。軽く手首を乗せて上から軽く押すようにします。その場所をキープしたまま座れる場所を探していきます。ちょっとこの下本は私には小さいので、少しお尻が後ろに出ちゃってる状態なんですけども、それはそれぞれの人の体型であったりとか下本の大きさに関わってくるので、まずはこの手のひらの位置、手首の位置を決めるということが大切です。そのポジションで今度はお尻乗せてますので、重心を少し前に手首にかけてあげるように乗せてあげます。前に乗せる、この部分に手首のこの部分ですね、この部分に重心を乗せるようにします。でそこから少し後ろに持っていく。あんまり後ろに持っていきすぎると、先ほども言ったように今度後ろに倒れてしまいます。なのでまずは手首に重心を乗せる、ぐーっと乗せます。そしてそこから少しずつ上半身、背中の位置を後ろに持っていくようにして、力が抜けきらない場所ですね、ちょうど重心をこの手首に乗せた状態で体がどこまで背中を起こせるのかっていうのを探してくださいですね。これが前すぎても手は余計な力が腕に入ってしまいますし、逆に背中が後ろすぎても今度は手に力が入らないのできちんと叩けないです。もう一度座り方の復習をします。少し離れて説明しますね。今度は背中が分かりやすいようにしましょう。ですか。まずこのコーナーに、ここの折れる部分、これを両手当ててあげます。そしてちょうど手のひらが終わるここの手首の部分、そこの場所をしっかりと決めてあげます。そこからその場所を変えないように座ってあげる、ここですね。はい、今度はそこから上半身を少し前に倒して、この手首のところに重心をかけるようにします。あまり手首が痛くなるまで力を入れて重心はかけないでくださいね。あくまでも自然に肩の力、首、胸の力を抜いたところで重心を手首に乗せてあげるだけです。ぐいぐいと押す必要はないですですね。今度その手首に重心が、上半身の重さが乗ったなと思ったら、軽く背中を少しずつ後ろに起こして、その手首の重心が逃げない場所を探してあげるですね。かかりすぎても叩けないですし、腕に力が入ってしまいます。重心が今度後ろに過ぎると、逆に力が入らなさすぎて叩けないです。ですのでまずこの基本の位置、この座る場所、しっかりと手首に重心を乗せて、その力が変わらない程度に背中を起こしてあげる。そのポジションですと下にも手届きますし、上にも力がちゃんとかかった、重い高い高音の音が出るように。今度は前すぎ、こっちはいいですけど、こっちが叩けなくなってしまいます。肘もこんな状態になってしまいますね。今度後ろすぎると、今度は低音も届かないですし、こういう抜けた状態になってしまいます。もう一度復習します。手首を
しっかりと乗せて、ここの指の折れる関節のところをコーナーにかけてあげる。その場所を変えないように座る。そして今度は上半身を軽く前に倒して手首のところに重心をかけて、つまりこの部分が楽器と自分、私の接着地点ですね。ちょうど踊りの床と足の裏と同じ感覚です。ここが重心の取り場所になるので、そこをよく覚えておいてください。重心が取れたら少しずつ背中を起こして、力が抜けない程度のですね、重心が逃げないところですね、ここに重心が決まっていることを感じながら、その場所を、座る場所を探してみてください。はい、それでは先ほどは、カホンの座り方、背中の位置、まあ、重心ですね、先ほども言いましたようにこの手首のところ、ここがこう中心、重心の場所になるということを説明しましたが、これから、説明するのは具体的な手のひらの位置、または指の位置というのを簡単ですが説明させていただきたいと思います。カホンは低音ですね、この下の音、そして上の音、基本的にこの2種類しかありませんが、特に、難しいのはこの上の手首の位置が決まってから、どのように指や手のひらを使っていくのかというところにあります。まずやっていただきたいことなんですが、先ほどのここの折れる部分、関節ですね、この部分がコーナーに行く。そして今回もう一つ新しいこと、それは小指はこのカホンの側面ですね、こちらの側面、ここに少しこう出るように、そして手首をつけてあげる。このコーナーにまずこの折れる頭脳線でしたっけ、が来るところが当たって手首を決めてあげたら、手首を決めたら小指が側面に出る。無理に力を入れてグイグイって横に柔らうとしなくていいんですけども、軽く小指がこの正面に対して側面の方に出ている方が、こうなんていうんですかね、カホンをこう包めるというんですかね、私の感覚の中で、カホンのこの木の上に指を手を乗っける、打つというよりもこのコーナーですね、このコーナーがちょうど薬指と小指のここの間のこの部分ですね、この部分が当たって、そしてこう優しく包んでるような丸いものを、本当は四角いんですけども、丸いものをこうボールをちょうど抱えるような感じというんですかね、そういう感じで包んであげるような意識があります。これが基本的な手の位置となります。そのポジションが決まりましたら、今度は手を少しまっすぐ上に上げて、スッとしてあげる。まっすぐに渡して力を抜いてスッと、ここで気をつけていただきたいのは、このストンと落とすときに上半身背中からこういってしまうと手首が折れすぎて怪我をしてしまうので、そこは気をつけてくださいね。あくまでも腕完全に脱力です。脱力で腕の重さを意識しながら、上からスッと落とす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 。そこで気をつけていただきたいのは、初心者さんは音を出そう出そうとして指が硬直してしまう、こういう状態ですね。こうすると音がきちんと出ないです。なので手首から先は、まあ、ちょっとこの感覚慣れるまで難しいので何回も練習していただきたいんですけども、完全脱力状態です。その脱力状態で小指と薬指のこの間の関節、頭脳線のところがこのコーナーに来る、当たる場所、小指が軽くカホンの側面に逃げるというんですかね、先ほども言ったようにこう優しく包んであげるような感覚、正面だけにこういうふうにするのではなくて、少しコーナーに出してあげることによって丸いものを包んでいるような感覚になります。力を抜いて上からスッと下ろす、力を抜いて上からスッと下ろす、リラックスして、この音の感覚分かりますでしょうか。この音なんですけど、先ほども言ったように指先、手首に力入っている状態だと
こういうふうなスカスカな音になってしまう。一番最初にした、あの説明しましたこの手首のこの位置ですね、ここ分かりますか、ここが当たってその反動で指先がパッというような、こういう感じなんですね。気をつけてくださいね、指先に力が入ってこういう力んだ状態だと手首も痛めてしまいますし音も出ません。完全に力が抜いて順番でいくと、手首が当たってからそれから指が当たっていく。でもそれは意識してカッこうではなくて、完全に力が抜けている状態なので自然にそうなる。横から少し行きましょうか。分かりやすいようにちょっと立ってやってみますね。ここからもちろんこの当たる場所、この第一関節から先なんですけど、今ちょっとお分かりでしょうか、赤くなりますように、痛いです。最初は痛いと思います。でも仕方ないです。力を入れすぎないように、この感覚ですね。力抜いて少し手首がこういう感じですね。力が抜けてるのでこういうイメージです。手首から上がって手首から降りて指先、手首から上がって手首から指先、これを力を抜いてやる、力抜いてリラックス。先ほど手首、脱力、そして場所、叩き方ですね。この練習説明をさせていただきましたが、これからは指の説明をさせていただきたいと思います。私の花本の叩き方のポイントとして、上の音をですね、この手のひら、指4本使って叩くのではなくて、この指、人差し指ですね、特に人差し指を使うことによって細かいリズムを出せるというところが、一つのポイントとなってきます。なのでこの人差し指を鍛えるということが大切なんですが、ちょうど4本ですね、親指はちょっとそれ説明先ほどしてなかったですけど、この花本の上の面にこうついてる状態で、そして小指は外側で手首がついてる、親指はこうはならないですね。花本のこの上の面に来ておりますので、叩く場所というと基本的にこの上のパート、花本より上のパートで叩く高音の音というのはこの4本の指がポイントになってきます。そしてちょうどサパテアドでいうゴルペ、タコン、タコン、ベタ足、かかと、かかと、ゴルペ、タコン、タコン、ゴルペ、タコン、タコンと同じように、この上の面というのは2種類の音質が作ることができます。つまりゴルペがこの中指、薬指、小指、そしてかかと、タコンの音が人差し指の音、この3本と1本を分離させることにより、高音の音を2種類つけること。しかし小指は最初に説明しましたように側面に来ているわけですよね。で、中指、薬指、そして人差し指がこの叩く面に来ているんですが、このまずは人差し指を鍛えるところから始めるときに、この小指は一旦正面に戻します。正面に戻してあげます。そうですね。でこのポジションでまずは人差し指、両方一緒で構いません。上げて押す、上げて押す、上げて押す。気をつけてくださいね、こう手首がちゃんと
この場合あまりこう押しすぎなくて大丈夫なんですけども、こういうふうに浮かないように気をつけてください。こうではないです。力が抜けた状態でここの手のひらの手首のここの部分までですね、この部分がしっかりと下方についている、乗っかっている、脱力した状態で乗っかっているということを気をつけながら、まずは人差し指だけ上げていきましょう。上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、こういうふうにならないようにね、手首をしっかりと下方の上の目につけたままです。パッ。ここでもう一つポイントがあります。この人差し指を上げるときに、上げるこの人差し指だけを意識しているとどうしても抜けがちになってしまいます。今わかりました？手首が抜けてしまいます。上げることだけ考えるとこういうふうに手首が抜けてしまいます。もう一度説明しますね。この状態から人差し指だけ上げることだけ意識するとこういうふうに抜けがちになってしまいますね。この部分ですね。なので人差し指を上げるときはこの3本、下本についているこの3本を下本の方向をこう押していくようなイメージですね。押していく力を使って人差し指が上がるとしっかりと手首は手の甲、手のひらは安定したまま指を上げて強く打てます。こうですね、上げることだけ意識しているとこういうふうに抜けがちになってしまうし力も入りづらいです。なのでこの3本の指は下本を横から見た時に下本をこう押すようなイメージ、あまりそんな力入れすぎなくていいんですけどね、押すようなイメージで人差し指が上がっていくような感覚を使ってまずは両方同時にいきます。この3本ですね、この3本下本を押す力で人差し指が上がって押す、下本をこれ押す力を使って押す、上げて下本を押して下本を押す力で指が人差し指が上がって押す、押す力を作って押す、こうです。この人差し指が慣れてきたら今度は逆です。今度は人差し指を下本をぐーっと押していくようなイメージを使って3本を上げて押す、3本を上げて押す、3本を上げて3本を上げて上げて、人差し指をしっかり下方を押しながら3本上げて、そうです。この同時打てるようになったら今度は交互の練習をしてみてください。つまり右左右左右左右同じボリューム、音量、音質になるように気をつけながら、そして今度は人差し指ができるようになったらこの3本も同時に、こうですね、この練習をします。そしたら今度は右3本、左人差し指今度は反対です。左3本、右の1本。サパテラで言うと、ゴルペタコン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 のイメージです。今度それができたら、右3本、左1本、右1本。今度は左3本、1本。1本では右左右左交互なんですけども、ゴルペタコンタコン、ゴルペタコンタコンといった3拍子の練習をしてみてください。ゴルペタコンタコン、ゴルペタコンタコン、ゴルペタコンタコン、ウドスです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 、これを少しずつで構いませんので、しょっちゅう
時間ができる限り練習をして、この3対1の使い方ですね、3本と大体このぐらいの速度ができるようになれば、セビジャナス、とかファンダンゴぐらいの三拍子のリズムを叩けるようになります。いいですか。これができるようになったら、先ほどの小指を側面に外し、そしてさっき3本の指だけを打ってたのが、今度は最初にさっき説明したこの感覚ですね、これを使いながら3本を打つ、そして指上げて上から力を抜いて落とすように3本打って、指というふうな練習に移動していきます。横から見ると、鏡の方が、目が正面が見えると思いますので、真横向けちゃいますね。それから、力抜いて落とすだけ。腕の重さを使うように、人差し指はしっかり上げる。少しずつテンポ上げていきます。力抜いて。はい、それでは花本入門編最後になります。低音の音です。実はこの低音の音、なかなか、きちんと出せるようになるのは難しいです。一つのポイントはこの手のひらの意識なんですけども、もう一つ、大体、分かる、よくフラメンコ知らない方というのは、この下の方を叩けば低音が出るんではないかとか、この真ん中を叩くと、つまり正面から見たこの真ん中ですね、ここを叩くといいんじゃないかと勘違いされるんですが、実際はそこまで下の方を叩いたり真ん中の方を叩かなくても、この花本の低音という音っていうのはこの辺で出ますので、私と私の手のひら、体型、そしてこの花本の関係でいうと、ちょうど今手が当たっている場所っていうのは、横から見ると手首がこの辺ですよね。ほとんどこの手首がもう上の端の方にある場所ですよね。これより下に行ってしまうと、逆に木が柔らかいすぎてしまうというんですかね、柔らかい部分に来てしまうために、音が響きづらくなる。それよりももう少しこの上の方ですね、この方が音が出やすいです。真ん中の方とかね、ではなく、割りかとこの上の方のコーナーですね。しかし先ほども言ったように、これは私の手の大きさであったり、この花本の大きさ、そして体型にも関わってくるので、これは何度も何度も叩いて、ご自分で綺麗な低音が出る場所を探すしかないです。
はい、でも下の方ではないですし、真ん中の方でもない。割り方をこの上のコーナーに近い部分、この辺であるということを覚えておいてください。そしてもう一つ、手のひらの意識ですね。手のひら全部が当たるといえば当たるんですけども、全部きちんと当てようとしてこういうふうに力が入ってそっくり返った状態、こういうふうにやると音がペチャッとなっちゃいます。で、比重でいうと割りかとこの、分かりますかね。こちらの手首に近い部分から親指の付け根にかけてとこの外側の先ほどのこの折れるこの部分ぐらいまでですね。この部分が割りかとこう当たってるというんでしょうかね。で、少しこの時と同じように力は入れずにイメージとしてここからこういうふうに叩くというよりも少しですね、ほんの少しです。大げさに今説明しますね。こういうふうな円を描くようなイメージっていうんですか。こういうようなイメージです。上からなびて、こういうイメージです。少しこういうイメージ。こういうイメージですね。こういうイメージではなくて、こう円を少し描くようなイメージ。ほんの少しです。そうです。この方が、こっちの手首側というんですかね、手のひらの下の部分にここに当たりやすい。もちろんこう実践でね、速くなってきた時にこういちいち回してると間に合わなくなってきてしまいます。先ほどやった上の指も使ったり3本も使ったりしなくちゃいけないので、1回1回手をこういう使い方していると間に合わなくなってしまうんですけども、イメージですね、ニュアンスとしてこう回ってるようなイメージ。なので最初は少しこういう感じで力を抜いて、先ほども言ったように脱力こっちの反対の左手で右手を持ち上げてあげる、乗せてあげるという感じですね。左手でこの右の腕の重さを感じて、それが上から落ちる感じ。これも一つの練習方法です。力抜いて、これが力が入っていると、こういうふうに止まってしまいます。リラックス。そしてこう回すイメージ、方向性ですね。こういうイメージですね。イメージです。あとは先ほど言った当たる場所を気をつけましょう。真ん中の方とか下に行きすぎると音が返って出ないです。ですね。最初はこの反対の手を使って練習をしてあげるといいかもしれないです。反対の手を使って、その時にこの手は完全にリラックス、重さを完全にこの支える腕に預けてあげて、完全にリラックスした状態で落とすだけの状態です。ちょうど最初にやったこの練習と同じ感覚で落とすだけです。落とす。指先にしっかりと力を抜いて脱力。落とす。落とす。落とす。これで叩く場所、そして力の抜き具合というのをどういう風にしてあげたら綺麗な低音が出るのかを考えながらやってみてください。はい、お疲れ様でした。皆さんいかがでしたでしょうか。カホン入門編、叩いてみようカホン。動画なので簡単な説明しかできませんでしたが、基本姿勢、座り方、手首の場所や脱力の仕方、そして指の使い方と難しい低音の説明をさせていただきました。もちろん初めからきちんと叩けるはずがないです。なのでこの動画とともに何回も何回も練習して身につけるようにしてくださいね。できれば次回は少しずつリズムの練習なども取り入れていってみたいかなと思います。この基礎をしっかりと少しずつでも身につけるように頑張ってください。それではまた。